そうですね、本当にこの素晴らしいフィールド、ベストフィールド北海道を観戦して、はい、初めてとして皆さんもその球場にも触れたいし、はい、ファイターズが強くなっていく様をすごくこう目の前で見届けたいという気持ちで、なんとも満員 のスタンドを作ってくれましたので、はい、まあ、これをエネルギーに蓄えた日本人コーチャーたちは、来年すごい成績を残してくれると信じてます。信じてます。みんなで歌う曲としてこの曲を歌わせてくださいって菅さんには
はい、感染協議をお呼び立ていたしました、申し訳ございません、はい、明日以降はどんな過ごし方をされるんでしょうか。どんなお仕事をお願いします。秘密で、秘密で、はい、どっかで見かけても皆さん声かけないよ。ガンちゃんもこの後クリスマスライブイベント実はこれダブルヘッドですよ。サポークランドホテルに行ってちょっと一応ディナーショー的なことやろうかなと思って。 HBC の山口アナウンサーが待ってますよ。あ、そうなんですよ。そっちでも歌を披露してくれるんですよね、はい、なんか皆さんの前でちょっと緊張が和らぐことができましたので、ちょっとまた全力投球していきます。全力投球でお願いしたいと思います、はい、じゃあ、お世話になりますが、ガンちゃんからまずは一言。はい、はい、はい、いろんなことがあったファイターズ事情ですし、ここにいます清宮幸太郎選手は来季は必ず先頭に立って万波中正を超える成績を残してくれると信じてます。野球解説者として、野球解説者として4番清宮、それを待ってますんで、ぜひ、はい、頑張ってくださいよ。さあ、清宮さん、はい、メリークリスマスなので皆さんに一言お願いします。はい、今日はクリスマスイブにこうやって皆さんの前で歌うことができて、すごく人生の中でも思い出になりました。まあ、来シーズン、ここでもっともっと頑張りますので、またエスコンフィールドに遊びに来てください。今日はありがとうございました。今日は野球解説者ガッチャンというか、ホストのさん、そして清宮幸太郎さんにこのステージに来ていただきました。一緒にやりましょう、何かね、はい。